西部方面戦車隊は、大分県靴郡靴町の靴駐屯地に駐屯している陸上自衛隊西部方面隊直轄の機構下部隊である。西部方面隊直轄師団の第4戦車大隊と第8戦車大隊を統合再編成したものである。編成当初は、兵組第4師団連続部隊であり、10式戦車、74式戦車を2個中隊ずつ。 運用する4個中隊機関であった。編成翌年、74式戦車の全車用と廃止に、伴い2個中隊が廃止され、10式戦車2個中隊を運用する常時、方面隊直轄に移行した。舞台マークは、旧第4戦車大隊、本部管理中隊で使用されていたマークの衣装を組み取り、西部方面隊の舞台マークに、お牛の角を組み合わせたものである。 26中規模では、戦車定数の削減、当初防衛力の向上、第4師団の地域配備師団、第8師団の機動師団化が盛り込まれた。北海道と九州の未戦車部隊が残され、このうち九州では、西部方面隊直轄部隊としての設置が予定されていた。西部方面隊直轄では、第四師団霊下の、第四戦車大隊及び、第八師団霊下の、 第8戦車大隊が、クス中屯地に配置されていた。戦車定数の削減として、第4戦車大隊の一部を水陸機動団戦闘上陸大隊の一個中隊、第8戦車大隊の一部を第42、即応機動連隊機動戦闘車隊として新編。材を統合し、方面直轄部隊として再編したものが倒隊である。警備地域は、大分県日田市。 すぐの一子二丁である。平素第四師団霊族から方面隊直轄部隊へ移行。第三戦車中隊の十六式機動戦闘車、九十六式総輪装甲車が第四偵察隊を編合し、第四偵察戦闘大隊,隊に改編の上、福岡駐屯地に移住。七十四式戦車の全車用と廃止に伴い、第三戦車中隊、第四戦車中隊を廃止。 AB、所在中トンチ、部隊。陸上自衛隊第8師団。2018年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月1日閲覧。26中規模では、本州においては1個連隊を残すとしているが、富士共同団の気候共同連隊を指すものと思われる。その場合、実動部隊より教育、予備戦力的側面が強い。 陸自、水陸機動団の部隊を、くす、湯布院に配置へ置いた合同新聞電子版、ゲート、陸自戦車大隊を投入合くす駐屯地の、組織改編。大部合同新聞ゲート、大部合同新聞社。オリジナルの2018年3月30日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20180329163044/http:/www.oita-press.

陸上自衛隊深海編結構。西部方面戦車台。自衛隊ニュース。防衛法務新聞社。p5http コロンスラッシュスラッシュ www.boueinews.com スラッシュニュースュースラッシュ<ー>ス20 19> 20 19、HTML、2019スラッシュ 201905015HTML2019 年5月4日閲覧。ありがとうございます。